Hello, 新千代高森組みたいな家族は日本ダブルウィッチュ。はい、どうも。始まりました。ダブルウィッチです。カズです。よろしくお願いします。今日私来ております。ビンタンクですね。ビンタンク。住所はですね、258グエンヤチですね。はい、クーヤンクーガンキンビンタンク。候補地名ですね。なんでここに来たの？いや、今回、はい、マジでただ俺が食べたいだけ。結構フォーでしょ、フォー。いや、そう、いや、嘘今のはまあ冗談だけど、うん、フォーじゃん、みんな想像する、あ、フォーね、うん、フォー、ただのフォー食べに来たなと思ったよ。いや、これフォーじゃないのよ、ただの。え、フォークオンっていう、うん、フォークオンなのよ、うん、フォークオン、フォークオンってあの巻くみたいな、うん、そう、フォー巻きよ。春巻きしか聞いたことない。いや、春巻きね、うん、まあ、だから春巻きよ。え、ざっくり春巻き、細かくフォー巻き、後藤巻き、モームス、ラブマシーン、結婚名と結構前か。ベトナムの未来もウォー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 行く？言うてる。ベトナムの未来もウォー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 よ。フォークオンの未来はイエ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 イよ。行ってみようじゃん。ちょっと行きましょう。マジで想像できんけど。うん、行こう。北海フォークオン、ラフォーチョン、ニャーナ。変な。ここ変のや。オッケー。変は？変のや。じゃあ、これが Vlog だから。これが Vlog だから。オッケー。あれ、ちょっと待ってくれ。ここの一応目玉商品やぜ。これがベトナムよ。マジでこういうことがあるっていう。リアルを伝えていかんと。ちょっと待ってくれ。いや、これちょっと待って。いや、でもちょっと待って。いや、これはちょっとこんなはずじゃなかった。こんなはずじゃないさ、マジで。マジ福山雅治状態。バインコンで俺見せたかったのさ。もうこれ言うけどさ、バインコンってさ、うん、言ったらそのフォーが切られる前の状態よね。麺になる前の状態のやつを食べるのよ。だってフォークオンハウスだよ。これフォークオンハウスだ。フォーの、これね、フォークオンの家だぜ。まあ多分ね、このフォーチョンもね、多分、ま、みんなあんま知らんと思う。知らんよ。正直俺も食ったことないかも。実は俺も食ったことない。フォーチョン、フォーサオあるよね、時々。フォーサオあるよ、まあ言ったらフォーの焼きそばみたいな、焼きフォーよ。混ぜフォーっていうのいいね。でもまあまあ何あれ、タナボタってやつ。え、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、タナボタやろ。なん、え、聞こえなかった、うん、俺しっかりしっかりつけてるのに、うん、全然聞こえない。ここ最近これ使ってんのよ。音声が良くなってね、うん、なのに聞こえなくなった、うん、嘘でしょ。全然聞こえなかった。タナボタ、声のタナボタじゃないの。え、まだこう、ピントただーん、来ました、フォーチョンでございます。まあ、綺麗やな、ちょっと待って、食い方がわからんもん。え、もう焼けない、ガッカンに言ってなのね。ガッカンに言ってなのね。まあ、さあどうら、に言ってなのどうら。これなんだ、あれ、醤油とソースとなんか混ぜたみたいな。醤油とソースとお酢、あと唐辛子なんか混じったような。へー、甘酢の甘酢からちょい醤油。あんまりフォーでそういうのつけんよね。ああ、牛肉、ああ、ね、牛肉とあの、まあ、生酢よね、野菜つけたやつとサニーレタス、あとはピーナッツ、ピーナッツと玉ねぎかな。あとはもうフォー、フォー結構ちょっと細めに切ってある気がする。おー、いっちゃうか。これで混ぜんのか。これあんまりその日本の混ぜそばも食ったことないのよ。混ぜそばラーメン、混ぜ、うん、油そば。あ、やべ、こういうことなんだよ。だから
慣れてないけど、うん、あ、けど俺結構好きかも、この細いから結構なんかさっぱりに、だ暑い時にちょうどいい感じはするよ、うん、色が綺麗。はい、じゃあいっちゃいますよ、はい、いただきます。これはうまいわ。早くない？マジうまいわ。全然噛み締めてなかったけど、噛む必要もない、噛む必要なんて全くない。めちゃめちゃ早かったけど、これはマジでもっと入るべき。これが流行ってない理由がわからん。歓喜の声子供を喜んでたってこと？歓喜の声よ。いや、これマジうまいわ。へえ、ちょっと待ってくれ、全然方よりいい。ちょっと甘酸っぱい感じ、うん、甘酸っぱいっていうか、それが、まあ、まあ絡んでいい感じにマッチしてる。これに味ついてるな、多分牛肉に。あ、うん、うまっ。焼肉みたいな感じだもんね。うん、本当にそれ。え、これ本当になんでだろう、マジで初めて食ったけど、これうまいな。なんかブンティットヌンともちょっと違うの。うん、だってブンティットヌンは基本ヌックマムの味だもんね。もうそう、もう全くそっち側じゃない。あ、酸味、お酢が効いとるわ。あ、だけんだ、だけん、なんかあんまりベトナムで食ったことない味。あ、確かに。もしかしたら北の方ではあるのかもしれないけど、俺南だけんさ、 あんま食ったことない味だけん、多分新鮮なんだと思う。まあ、暑い時にね、そういう酸っぱいのってやっぱいいもんな、食欲が出て。で、フォーも普段の食べてるのより結局スープに入ってないけど、あの伸びてないわけよ。あー、なるほどね、うん、だけどちょっとだけ普通のフォーより硬い。あー、マジで日本人好きやんじゃん。うん、これマジでいい。ちょっと辛いけど。これでいくらだ？これね、スモールサイズ頼んじゃったっけ、うん、これマジ3万9000ドン。安っ、安っ、うん、200円で、ビッグだと7万5000ドンって書いてある。ビッグというか、うん、まあ、ビッグ、うん、これと、うん、フォークオンがあれば、うん、マジちょうどよかったね。フォークオンあるか聞く？ないかな。ないんだよ多分ね、うん、向こうに屋台かなんか出しとらすね。なんか別の料理とかも作ってるってこと？なんかお昼だけんさ、確かになんか飲み物的なのを渡してるわ。そう、メインじゃないのかも。あの、夜なのかも。ここはね、うん、こっち側の店舗は Google でさ、うん、そのなんか忙しい時間とかさ、あるじゃん、うん、5時からなのよ、混み出すの。本当だ。夜、あ、昼間は全然やね。昼間は本当一人、うん、俺だけ。さっきデリバリーの人とかは来よったけどね。ああ、そうね。だけ、まあまあ注文したりする人もおるか。でも4時ぐらいからこう、ここのお客さんが増えてくるみたいな。ってことはさ、まだそのこれ昨日のフォーかもしれん。昨日のフォーですかって聞いた方がいいんそれさ、日本でも聞かないの7年目にして初めて知る料理。うん、まだある。8年目なの。8年目かも。8年目突入。いや、俺もね、もうさ、うん、新しい飯出会わんじゃん。出会わんね、なかなか。出会ったとしても、まあ、うん、夜食べる、なんかお酒飲んでるところとかの、うん、なんか一品料理で、うん、見たことないやつとかあるけど、ね、こうお昼食うようなとか。確かに普通にご飯として食うようなのはさ、もう知らんのよね、うん、もう、まあ、知らん。逆に知りすぎた。いや、もう知りすぎたよ。教えてほしいもん、コメントとかでね、うん、あのフォーチンフォンって書いてあったじゃん、メニューに書いてあるのよ、うん、それも知らんかったわ。フォーチンフォン、うん、これね。そう、はい、だからここの料理全然知らんわ。確かに知ったかぶりしとる。じゃあもう一回やフォーチンフォン、もう一回フォーチンフォン、フォーチンフォン、メニューはね、混ぜフォーだけじゃさ、ちょっとあれじゃん。ということで、見たことないけどもう一個見つけました。フォーチンフォンっていうね。見てよ、マジで初めて見たわ。これよ、これよ。あ、これは、はいはいはい、これこれ。
何これ。俺も入れてよ。え、俺これやってんだからさ。俺のこんな初めて見た。いや、俺も入れてよ。俺の顔もこんな初めて見たから、ね、入れて。俺は入れるやつだから、これそのための手だから。いただきます。もち、あ、もち、うん、あ、でも中はちょっとスカッてはしてるんだ。ちょっととかじゃないよ、完全なるスカ。そうだね、うん、1,2,3,4,5,50 ぐらいに巻いて、あ、で、このサイズに切って油にドボンよ。なるほどね。で、中でこれよ。中におみくじ入れれるやつやん。フォーチュンクッキー的なあのラッキー、ラッキーみたいな入ってるやつできるやんこれ。いやいや、できるけど、うん、なんかもっとロマンチックに行こうぜ。指輪入れようぜ。指輪フォーチュンでプロポーズみたいな。じゃあ何それ変な。中途半端に喋るのやめて。いやでも本当になんかまあ本当カリカリ、中は柔らかい感じだね。ふわふわとかじゃない、中やわい。餅焼いてさ、うん、中やたら空洞みたいなあるじゃん、うん、たまにない、うん、あの下にさ身の部分、餅の身の部分下に溜まって、はいはいはい、クーって膨れてこの上のカリカリの部分、うん、あれあれを想像してもらったらすぐ分かる、うん、それそうだよね。これも言ったらさ、今米粉をさ、うん、揚げてるわけじゃん。そうね、やってることは同じだよね、うん、でもこれもうまいな。これもスモールサイズね。これがスモールだもんな、うん、これいくら。結構でかい。これはね、49,000ドルなんや、うん、250円ぐらい。さっきのあの酸っぱ甘いみたいな感じではないってことだよ、全然。俗に言う野菜炒めとか、うん、あれとかと同じようなスープっぽいのあるもんね。そう、これで、それをで、これ自体はさ本当にお米を揚げたような味だから、うん、これつけてちょっとふやかして、うん、食べる。これ最高。でもさっきの方がうまそうに見えたな。正直言うとさっきの方がうまかったでしょ。いやいや、もう誤差なし。誤差なし、うん、うまさ誤差なし。ないけど誤差なしな。いやだけど全く一緒なんよ、味のレベルが。食材とかも違ったけど、なんか体感好み出るやろ、そこはな。そういうのも全部加味して誤算なし。全部がお店やってるんだただ確かにそのさっぱりしてるのはさっきの、うん、あの混ぜフォーね、うん、そしたらやっぱりまあ揚げ物だし味もわりかし濃いけん、うん、でも本当にマジで誤算なし。いつも何点とかつけよったけど信用度が下がるな、誤差なしと。なんでもう点数言うならね、うん、向こう、うん、マゼ4は、うん、俺的には、マジで 9.9 9.9、 あの初めてっていう驚き、うんうん、そういうのもあって、うん、9.9、 うん、ただ2回目食った時どうなんだろうってことでマイナス 0.1 ね。しんすけさんスタイルね、 M1 のね、限りなく100に近いけどそう、そういうこと。まだもうちょっと見てみたい、うん、っていうので 9.9 で、これ、うん、9.5。 いや、質差出とるやん。でも、うん、初めて食べたってことで 9.9、 で、誤算なし。そんな食べ物なかなか出まんけどね、 9.9 っていう。運命の出会いね、これがマリアージュです。熊本出身の馬刺しは何点なの。馬刺し、馬刺しはね、馬刺しは 9.9 本当は10点つけたい。でもちょっと食べ慣れた分 0.1 マイナスしてます。なんか本当にだからいろんな誤差なし加味して点数つけてるってことね。はい、俺の人生作ってきたのも馬刺しだし。そうね、うん、本当はね10点あげたい。でもやっぱちょっと慣れたっていう分で
0.1 マイナスさせてもらってます。ぜひ旅行に来た方ね、食べてほしいね。フォー以外もあるぞと、フォーのね、普通のスープの麺じゃなく、普通の今まで食べてるフォーの方だけ点数ちょっと低くなるんじゃない、やっぱこのね、9.9 は。まあね、うん、そこはやっぱ厳しくね、何回も食べてるし、そうそうそう、言い訳期間、うん、普通のフォー、まあフォー体っていうやつね、うん、だと9.9、誤差なし。いや、今のは下手よ、もうはい、たくさん振ってさあ、ということでね、皆さんもぜひあの、まあ、4だけじゃないよと、まあ、そうね、他にもね、4だって4だけでさ、まあ、普通の4と、さっきの混ぜ4と、まあ、焼き4と、あとこのもう見た目は全く違うこの4ね、4の揚げたやつ、4揚げ、あとだってもともと食べたかったフォークワンとフォー巻き、そうね、うん、あるから、まあ、いろんなフォーにぜひ挑戦してみてください。まあ、皆さんがね、食べた後点数ちょっと教えてもらえればなと思います。きっと出るでしょう、あの言葉が。ということで、ぜひこの動画が良かったなと思ったら、いいね、チャンネル登録、シェアお願いします。それではまた会いましょう。 WBC でした。アルショー。 Chao da min chong ti ru